皆さん、いつもお世話になってます。立花です。今回なんですけども、世間はすっかりバレンタインムードですね。ということで、こちら。はい。明治のチョコレート。今回なんですけども、こちらのチョコレートを使って、ハンバーグを作っていきたいと思います。ということで、早速調理場へ、てれっててててれー。はっは、みかん、ゆずちち、レッツゴー。それではまずハンバーグの種から作っていきます。まずは玉ねぎ、玉ねぎ1/2個をみじん切りにします。なんか涙が止まらなくて残りの半分の玉ねぎはソースで使うので薄切りにします。ついでにソースに使うマッシュルームも切断しちゃいます。切断完了です。そうしましたらボウルに合いびき肉 300g を入れます。指先でザクザクとつまむように混ぜます。そしたらここに先ほどみじん切りにした玉ねぎ、パン粉 1/2 カップ、牛乳 1/4 カップ、卵1個、塩少々、胡椒少々、そしてよく混ぜます。そうしましたら種を2等分してキャッチボールのように2、30回打ち付けて空気を抜きます。種完成です。フライパンに油を中火で熱します。種の中央をへこませて4分焼きます。ひっくり返します。よいしょ。蓋をして弱火で10分蒸し焼きにします。よいしょ。よいしょと、よいしょ、よいしょ、よいしょと。ソース作ります。フライパンを洗わずバター、切断した玉ねぎとマッシュルームを炒めます。ここにケチャップ大さじ4、よいしょ、中濃ソース大さじ3、よいしょ、よいしょ、醤油大さじ1、ここに砕いたチョコレート効果を2つ、水大さじ2、よいしょ。で煮込んでいきます。しばらく煮込んでデミグラスソースの完成です。ハンバーグにかけていきます。チーズを乗せます。完成です。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。バレンタインハンバーグ作ってみました。よいしょと。じゃあ、いただきます。あらー！濃厚で美味しいんですー。デミグラスソースの隠し味のチョコレートがいい味出してますね。これで男の子落とせますわ。タラちゃん。完食。お待たせいたしました。はーい、いかがでしょうか。うん、焦げてて美味しい。ハンバーグ作ったからさ、うん、妹欲しいんだよねはい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まさかチョコレートがハンバーグのデミグラスソースに使えるとは思わないでしょう。使用するチョコレートはカカオ 72% 以上がコクが出て美味しいのでおすすめです。ぜひ家族の皆さんに振る舞ってみてはいかがでしょうか。作る時間ないよーって人は私が言っていただければ作りに行きますのでよろしくお願いします。